では続いて、実家暮らし27歳、女ニート歴2年、パニック障害で通院中です。デザインや音楽好きでしたが、毒親や自分の弱さから芸術系のない大学の仕事もアパレル販売でした。離職後、就活も嫌いで逃げてましたが、ウェブデザインの仕事をし、YouTube で音楽をすれば両方できると思い、現在ウェブデザインを、ウェブデザイン独学中です。しかし、空白期間が長引く恐怖、お金が減る恐怖、やりたいことの確信を持たないパニック障害で、仕事につけるか不安です。職種関係なくバイトした方がいいでしょうか、よろしくお願いしますということなんですが、そうですね、夢を目指すんだったら少なくとも片方では安全を取って収入を取って安定を取って、で片方で何だろう、可能性を追う、夢を追うっていうのが一番いいですね。やっぱり夢を追いながらお金を稼ぐのって相当メンタル強くないとできないので、おすすめしません。僕も多分できません。はい。なんでバイトでもいいし、できれば一定のね、生活をそのダウンサイジングして少ないお金で生きていけるように自分をそのシェイプアップしてもらって、その状態でバイトでも何でもいいんだけれども、やりたいことに時間を使うだけの時間をちゃんと残しておいて、この時間を残せる最低限の時間で暮らしていけるように自分を変えるわけです。別にそれはバイトでもいいし、一般的な仕事とかね、派遣社員でも何でも構いませんけれども、ただ、時間が長くなって稼げないと、例えばバイトをやって稼ごうと思うんだけど、このバイトの時間が、じゃあ1日10時間とかね、になっちゃったら、これさ、家でやりたいことやる時間がなくなっちゃうじゃないですか。だから、時間は、こう、自由にフレックスにできるようにした方がいいと思いますけどね。それこそ、ウーバーイーツのさ、こう、それこそ、なんていうんですか、ドライバーとか、いろんな仕事が今あるので、自由にできる仕事がね。そういうところから行ってみてもいいと思いますけど。はい。概要欄とコメント欄から、Dラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それでは、バイバーイ。